椎間板ヘルニアっていうものです。いや椎間板ヘルニアってさ、ゴルフのやる人結構なる、ね、多いですね、よく聞きます。首とさだね、これがさだよね。オッケー、よいしょ、ありがとうございます。今結構頑張って振った。どう、いいしょ、いいしょ、どうよ、ありがとう。いやー今のはいいショットだったと思うんだけどな。ナイスでした。やっぱさ、いいショットの時って超気持ちいいよね、はい、超気持ちいいです。しかもさ、天気もさ今日良くて、まずこれでナイスショットしたら最高。最近さ、暖かくなってきたじゃん、はい、ラウンドでも週1ぐらいでさ、冬もさ、はい、週1ぐらいやってた。冬はそもそもリハビリ期間だったので、そんなにラウンドしてなくて。え、リハビリ期間ってさ、はい、え、手術したのいつ？去年の6月です。え、リハビリ期間してたの？え、じゃあもう最近ゴルフ始めたの？またラウンド始めたのは本当にここ最近で、今日のラウンドも5ラウンド目ぐらいです。え、復帰してからえ、そんで試合決まってんの？そうです。え、ド緊張です。緊張なの、それは、はい、5ラウンド、はい、え、じゃあ久しぶりにさ、ラウンドしてさ、はいはい、それ何年ぶりぐらいのラウンド？1年ぶり、1年ちょっとぶり。え、どうだった、どうだった、最初のラウンド？最初はもうひっちゃかめっちゃかで、コース感もなかったから、こうラインによって打ち方を変えられなくて、まだ最近までリハビリしてたんだ。そうなんですよ。私も1年ぐらい経ってんのかと思った。ナイスです、ありがとうございます。また結構入るなら入っちゃえよっていうところで決まっちゃったね。そうですね、すごいライです。うん、こうこう、まあでもロングだからいいんじゃない？はい。でもさ、なんか昔はさ、で76とか出して、はい、70代とか結構出してたわけじゃん、はい、それで今になって再開して、はいはい、あんまりこうスコアが出せないと、はい、なんかこんなはずじゃないのにとか、はい、なんかもっとこう、なんでこうなんかうまく狙った方向いかないんだろうとかさ、はい、そのギャップみたいなのってない？はい、すごくあります。なんか前と比べちゃうじゃないけど、はい、そういうのって結構葛藤じゃないけどさ、気持ち的にさ、はい、メンタルが、はい、もうそれだけでちょっと焦りがすごくあります。そうだよね、はい、だよね、分かる、はい、けど一生懸命やってれば良くなっていくと思うしね、はい、耐えるって感じだよね、今。そうですね、ちょっと短です。 ありがとうございます。ありがとう、はい、ゴー、おー、ナイスアウト、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ナイスバディです。シャンキューなー、ナイスパー。でもほんとパター入るね。ボギーですかね。あ、ナイス、あ、ボギーか、ボギーです、はい、ボギーか、はい、ナイスです、ありがとうございます。でもさ、一回さ、ちょっとそのできなくなっちゃった時期あったから、はい、まあゴルフできる幸せみたいなのはね、そうですね、思うよね、はい、スコアもさ、前より出なくなっちゃっても、はい、いや嬉しいよ、リハビリラウンドに付き添えて。お、
見えないけど多分結構手前です。あ、嘘。はい、ナイスです。ありがとう。結構うまくいったと思ったんだけどね。こっからかなり下ってます。しょうがないよね。いけ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 、ここナイスです。ナイスです。はい、ありがとうございます。だったのにね。こんなに来ちゃった、ね、めっちゃ。うん、よく入ります。ナイス、ありがとうございます。いや本当にパター入ると思わない。ナイスです。ありがとうございます。ナイスショー、ありがとうございます。ネクストヒロイン楽しみだ。楽しみです。場所どこなんだっけ。場所は富士桜。あ、山梨です。難しいじゃん。一回も会ったことなくて。え、レンランとかでもあるでしょ。レンランはあります、うんうん、アップダウンあるよね、あそこも結構。あ、本当ですか。うん、あるあるある。みんなスコア出ないと思う。みんながスコア出ないから、はい、もう自分がどれだけしのげるかっていう、はい、だからもう打っちゃっても、はい、あーってならないで。自分が難しい、みんなも難しい、はい、耐えろって感じでやればいいかも、はい、耐えます。超先に当たったわ。こういうことよくあんだよね私。あ、ちょっとディボット入っちゃってる。はい。ほっこり綺麗にディボット入ってるから難しいよ。うん、あー、しょうがないね。だって半分しか頭出てなかったんだから。結構埋まってますね。結構綺麗に入っちゃってるよね。ナイス。いけ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 。おお、え、ねえ、はい、もうめっちゃ近いんじゃない。近そうですね。ねえ、でね、そのさ、はい、ゴルフから離れたじゃん。はい、正直さ、離れたかったとか離れたくなかったとかある？なんか遊ぶ時間もないじゃん。そうですね。だから遊びたくなって、はい、ちょっとゴルフ嫌だなって思ってた時だったとかさ。遊びたくなったとかではないんですけど、うんうん、ちょっとやっぱり不安があったので、うん、あ、腰の？あ、いや、将来に対しての不安がすごく。もう中学1、はい、2年ぐらいで、ね、周りがすごく上手い子たちで、で、私の世代が結構うまいって言われてる世代なので、うんうん、すっごい不安でしたね。これで将来生活できるのかみたいな。そうです。でも自分的にも目指してたの。はい、目指してた。それでさ、はい、1年やんなくってさ、はい、その時何してたの1年間。1年間は本当に普通の学生みたいな生活してて、なんかすごくつまらなくて、その生活が。やっぱゴルフがいいって。はい、でもあれでしょ、今までそのさ、中学の時応援してた、はい、くれてた人もいるじゃん絶対、はい、まあ親とかもそうだと思うけど、はい、え、喜んでた。すごく喜んでくれた。すごく喜んでくれた。あ、もうそれだけで私も泣きそうになりそう。嬉しいよね。はい、やっぱ目指すものがあるってもうすごいことだから。大きいね。え、ね、超大きいんだけど。下手くそ。超大きかった。なんか
アプローチトンチンカンすぎない？ちょっとアプローチのさワンポイントない？アプローチ得意な方が私にアドバイスするとして、はい、今のとこ確実に打ち手じゃない？そうですね多分ヤードとか、なんかバンカーとか結構プレッシャーかもしれないですね。確かに、はい、バンカーなんてないと思った方がいいね。そうですね、ポイントだからどうせバンカーを気にしない。ストップストップストップ、全部打ちすぎだからそもそも落とし場所が違うんかも。あ、切れない。です。ありがとう。おお、よかった、ナイス。ありがとうございます。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではチェケラー。